高校卒業するくらい何しようかなみたいなの時に、誰にも今まで教えてもらったことがなくてやってたものがなんかちょっと落書きだったんです。やり続けててストレスがなくて楽しいっていう思いだけで、繊細で緻密な描写で生み出す独創的な世界。ブレイクゼイバー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家司令智也、アーティストの傍らファッションブランドのディレクションを行うなど幅広い分野で活動する彼が、独学で生み出す唯一無二のアート。美大とかなんかそういうところに行って絵画を勉強するとか、なんかいろんなシチュエーションがあるんですけど、なんかあれがあんまりしっくりこなくて、とにかくその人が培ったスキルみたいなのをなんか入れたくなくて、自分に入り方は違うけど結果求めていくものは一緒だから、あんまり関係ないんじゃないかなと思って、自分でやった方がなんか楽しいし色出るし。だからこそ描くのは世の中の不条理、その社会的とか世間的なポジショニングじゃなくて、自分が今どこにいるのかっていうのは結構大事で、優劣上下なんかそういう概念結構疲れちゃうから、なんか反発みたいのがなんかあるっぽくて、僕の中でその思いを細かい一本一本の線に乗せる。しかしただ緻密に描くわけではない。細かさとか精密さみたいなのを入れすぎると、どこに目を当てていいか分かんなくなったりとか、ただのこう本当エゴになって終わるとかっていうのはなんとなくね、自分の中で分かってきて、細かくするのはもうこのパートだけで、あとは全部もう黒塗りで終わりにしようとか、なんかそういう面のバランスとかいろいろ考えてやってるんですけどね。落書きから始まったアートを未来へ、独自の表現を追求し続ける司令智也のこれからとは。ただただ毎日できることをやって、それがまあ良きも悪きも結果どうなったかっていうのを何年か後に振り返って、じゃあ次どうなるかなっていう、なんか楽しむ余力みたいなのを残したいし、絵の中でもそうですね、なんか余白みたいなのが絵の中にあるとコミュニケーションとして成立するし、最近はそういうなんか手法でやってます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト田村拓郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。